無意の巻。ち、ついてね。第五の城は目の前だってのに。あんたも足止めかい。第五を出るなら急いだ方がいいぜ。あんたみたいな素人はとっとと逃げ出すのが一番だよ。俺はまあがっぽり稼がせてもらうけどな。いや、わしも用がある。はあ、すぐ戦が始まんだぞ。何があるってんだ。それを探しておってな。兄貴、なんだ。脅かすなよ。だだな。取り戻す。先ほど朝倉の兵30深入りすることなく退いた模様。おそらく様子見かと。本隊は縦杉峠を越え一両日中には到着するかと思われます。ここで食い止める。我が領地に一歩たりとも入れさせません。若、動いて大丈夫なのか。もう少し寝ていた方が。大した傷ではない。お前たちに比べればこんなもの。そうか。俺は大丈夫。全然。姉上にどつかれる方がずっときつい。そうだな。ああ。そういえば姉上は一緒ではないのか。いや、なんだかみんなはっきりしなくて。医者に聞けばわかるだろう。若、待ってくれ。若、このバカ者がなぜ戦いに出た。なぜ休んでいなかった。一言一言言ってくれればもっと早く気づけたかもしれぬ。怪我を負うこともなかったはずだ。入るぞ。ダメだ若。どけ。ダメだ。もし若まで病が移ったらそれはダメだ。よく申した兵庫。申し訳ございません若。流行り病に加えてこの傷では。若が気づかれる。戦のない醍醐の国、最後まで見届け申し上げることはもはや叶いませぬが、必ずや若なら成し遂げられますこと、この陸奥は信じておりまする。兵庫、右の腕はまだ動くな。はい。ならばよい。その身の動く限り最後の最後まで若をお守り申し上げよう。はい。報いるぞ必ず。そなたが命を懸けて守ろうとしたすべて、私が必ず守り抜いてみせる。この野郎、この、やっぱダメか。兄貴。兄貴、お願いだから兄貴のままでいてくれよ。戦の支度で城内がざわついています。今のうちです。なぜ貴様らが若に助けられている。少し先に隠し通路があります。
そこからならば城の外へ抜けられます。いいのかよ、あんたはだって。もうこれ以上幼子を盾にする必要はありません。あなたはいつからあの子百鬼丸と旅をしているのですか。さぞや過酷な旅であったと。あなたのような幼子とずっと二人で。教えてはもらえませんか、あの子のこと。今さらそんなん知ってどうすんだよ。自分が何言ったのか覚えてねえのかよ。たった一人のお母ちゃんに捨てられてあんなことまで。目も耳も腕も足も何もなくて、それでも取られたもん取り戻そうって必死に戦ってきて、なんで兄貴ばっかりあんな目に遭わされなきゃなんないんだよ。やばい。雨は止んだようですね。これはお方様、このようなところで。万門の方はさほどの不利ではなかったようです。ご安心くださいませ、殿は必ず勝ってお戻りになりますゆえ。ええ、殿のため存分に働くのですよ。行きなさい。はっ。もう行きましたよ。さ、おっかちゃん急ぎましょう。うん。行き止まりじゃ。あっ。私は大吾の国と民を取り、百鬼丸を捨てました。それはもう何があろうと覆りはしない。漁師の妻として私は悔いはしません。本当にそう思ってんのかい。陸奥殿、薬と食事を持ってまいりました。陸奥殿、陸奥殿、こんなところに。気をつけてお行きなさい。あのありがとう。え、あの子と旅をしている子供がいると聞いて、本当に私はあなたにどれだけ感謝してもしたりない。おいらは別に。あ、そうだ、兄貴にさ、兄貴のおっかちゃんが助けてくれたって言ってもいいかな。それは。ああ、じゃ、またな。私も。万門の方はどうなってんかな。俺っちもあっちで手柄立てたかったぜ。ん？なんだ？おりょう。ありゃ、もののけ。つい来ちゃったけど、本当いいのか。兄貴は多分あんたを許さない。それどころか、もしあの子に切られるのであれば。え、それがおそらく私のなすべきことなのでしょう。ようやく一つだけ分かったような気がします。私はあの子に会いたかったのです。もう一度私のこれからなすべきこともそこで初めてきっと。
ヒグマの雨のせいで山から一度に水が流れてきたのです。ちくしょう、曲がれ曲がれ、ぶつかれ。若、門兵が見ていた姉上はやはり。急ぐぞ。やめろよ、おいら食ってもうまくねえよ。目覚めた途端に賑やかなこった。王さん、お前さんもよっぽど悪運が強いね。ここの連中が偶然流れ着いたのを拾ってくれたようだよ。ここは、あ、王さん、オイラと一緒に女の人がいなかったかい。ん、ヤヒコ、ドロロが目を覚ました。おう、やっとお目覚めか。大丈夫かい。ああ、え、俺は、なんで。ここの病人たちの話を聞いたら手伝わせてくれって。自分からよ。我々も手が足りぬからな。ありがたい。なあ、あの人もしかして大吾の奥方じゃねえのか。違うわ。そうかい。みんな行き場をなくした連中でさ、戦のために蓄え取られたり、流行り病が出たって村ごと焼き払われたり、どこにも行く当てがなくなって、こうして身を寄せ合ってるわけよ。大吾のせいで。大吾影光とて民が憎くてしたことではあるまい。国を守るため彼なりに考えた上での行動だろう。道州はすぐ悟ったようなことを言いやがる。俺は本当はあの奥方にだってガツンと言ってやりてえんだ。自兵だ。分かってる。けどよ、このまんまじゃ俺たちあんまり惨めじゃねえかよ。侍どもの都合で俺らはいっつも振り回され続け、たまんねえよな。聞いたぜ、お前もおっかちゃんなくしちまったんだってな。元気出せな。大吾の奥方と川流れた、また派手な真似したもんだね、うん、これからどうするんだい。今考えてんだよ。いっぱい食えよ。おっかちゃんがいなくたって生きてゆけら。しばらくここで足止めだ。城の方は大騒ぎらしい。でしょうね。あの子が生まれた時、私はあの子の産声を確かに聞いたのです。その直後、辺りが真っ白になり、光が去った時にはもうあの子は。限りなく愛おしいと思いました。兄貴はこのままじゃ鬼神になっちまうかもしれない。兄貴の中の鬼神の炎がどんどん強くなってるんだけど、オイラじゃどうにもできなくて。そんな。でも、もしかしたら。大吾だ、大吾の兵が来たぞ。それで、ともかく今まであんなの見たことねえよ。
二本松の丘に山ほど大吾の兵が集まって戦の支度を始めてる。山城に残っていたのが全部借り出されたみてえだ。二本松っていや、北の崖登ったすぐ先じゃねえか。で、朝倉の他に敵が現れたのか。よくわからねえ。ただやけに焦ってるっていうか怯えてるみたいな。怯えてる。なんでも鬼神が来るって。鬼神。城には近づけるな。体を奪えなかった鬼神よ、果たされなかったその役場、今私が代わりにこの体のすべてをお前に捧げる。どうか我らの国を皆を守りたまえ。はなりませぬ。いけません。私に触れては。鬼神と取引するつもりか。勝手なことを。おそまで戦えなくとも、私の魂は若と兵庫と共に大吾を、民を。ムツ、姉上。大吾景光と鬼神たちの役場は大吾の跡取りである。百鬼丸の体でのみ。まだ兄貴だって決まったわけじゃねえ。兄貴だとしても、ただ大吾を目指してるだけで、まだ。なあ、さっき言ってたよな、兄貴が生まれた時のこと。ええ。あれ、兄貴に会えたら直接言ってやってくれねえか。おっかちゃんは兄貴のことをちゃんと大切に思ってたって兄貴伝えてやってくれよ。ドロロを返せ。死ぬか。Yeah!
上を果たし、大吾の国を英語を守るために貴様の体もらい受ける100キュベル。